ファミリーの読者の皆様、こんにちは。フードスタイリストの友永明夫です。今日は、秋の素材を使った簡単なレシピをご紹介いたします。かぼちゃとさつまいものハニーマスタードあえを作っていきます。では材料がこちらになります。かぼちゃとさつまいもですね、もう食べやすいように一口大に切っておきます。あと、こちらはローストしたくるみですね。で、みじん切りにした玉ねぎ、あと調味料が粒マスタードで、はちみつで、お酢に醤油ですね。とこちらオリーブオイルとお塩も使っていきます。では、一口大に切ったかぼちゃとさつまいもにオリーブオイルですねをコーティングしていきます。この時、塩味をほんのりつけるためにお塩も少しだけ振っていきます。では全体をまんべんなく和えていきます。で、これでしばらく置きます。では天板にアルミホイルを敷いて、先ほどのかぼちゃとさつまいもを並べていきます。重ならないように広げていただいて焼いていきます。で、オーブンですね、こちら180度に予熱していただいて、で15分焼いていきます。かぼちゃとさつまいものハニーマスタードあえのハニーマスタードを作っていきます。蜂蜜ですね。で、マスタードですね。で、お醤油です。で、お酢も入れていきます。ではここで一旦しっかりと混ぜていきます。では焼き上がりましたさつまいもとかぼちゃを、こちらハニーマスタードの衣に和えていきますね。じゃあかぼちゃとさつまいもこんな風にして入れてもらって、しっかり和えていきます。で、熱々のうちがよく味が染みるので、少し熱いですけど手早く入れてください。じゃあこんな風にして和えましたら、ここに玉ねぎのみじん切りですね。で、ちょっとシャキシャキとした食感が加わるとまた違った美味しさが出てきます。こうにして和えてもらって、で最後にですね、ローストしたこちらのくるみをちょっと手で砕きながら、食べやすい大きさにしながら入れていってください。